私は週末、学校の友達や先生と京都へ行きました。まず、私の駅から東京駅まで JR で行きました。次に、東京駅で新幹線に乗りました。東京駅から京都駅まで2時間かかりました。それから、京都駅でツアーのバスに乗りました。バスでたくさん観光しました。すごく楽しかったです。 私は週末学校の友達や先生と京都へ行きました。まず私の駅から東京駅まで JR で行きました。次に東京駅で新幹線に乗りました。東京駅から京都駅まで2時間かかりました。それから 京都駅でツアーのバスに乗りました。バスでたくさん観光しました。すごく楽しかったです。